日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん、さまざまなテーマを新しい視点で。東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員コピーライターの木村明です。福部明弘さんの第6回目です。おしゃれな仕事というか、あのファッションの仕事でエドウィンさん担当されてますよね、はいはい。私がたまたま今アパレルを担当していることがあってすごく注目しているんですが、ジーンズに見えてジャージですはすごいやられたと、あの最近思っているあの CM で、あれは、どんな経緯で成立した？あれはまあジーンズに見えてジャージですよということだけを伝えようとしていて、うん、でなんかちょっと側から入ったんですけど、なんかアメリカのオールディーズみたいな格好を水原さんと瑛太さんがやるのはきっと似合うだろうなと思ってて、普通にそういうオールディーズな映画な感じで撮ろうと思っただけなんです最初は。で最後どっかでピヨンと伸ばすっていうような。だけど監督の吉田大八さんがなんか踊ってもいいんじゃないのみたいな感じで、じゃあ踊りましょうみたいな。だにあのクライアントと約束したことは、あの2人を使ってジーンズに見えてジャージですっていうふうにやりますよっていうことだったんですよね、はい。でなんかダイハツさんがあの演出をつけてくれて、それで踊ることになったんですね。そうなんです、そうなんです。しまあ踊るっていうのはあの伸縮性のあるものとしては結構あの親和性高いんで、うんうん、はい、やっぱでもあれはあの僕意外だったのはダイハツさんあの演出いけんだと思って、はい、ダイハツさんどっちかというとなんか本格ドラマって感じだったんで、うん、はい、え、そんななんかショーみたいな感じ、ね、もうさすがと思いました。確かにジャージって呼んでいいっていうのはオリエンだったんですか？そうですね、これがジャージですっていう、あの元々はもうジャージ素材、ジャージっていうのは折り方のもんことなんですね。そうですね、ジャージ折りですもん、ね、ジャージ折りなんで、だからそのでもそこにある種の伸びるジーンズはもうたくさんあるから、はい、ジャージって呼ぼうっていうことにはしてたんですよね、うん。すごくなんかまあ発見というか定義というか、そうですね、それまでジャージってあの高校の時履いてたんでしょっていう、なんかあれがこんなかっこいいものをジャージって呼んでいいんだっけって一回あのウィキペディアでジャージって、はいはい、検索しましたもん。ですよね。なんかだからあの本当はジャージーズって名前だから、はい、もうジャージから逃げてもしょうがねえなと思って、はいはい、でクライアントが言ってたのはすごい楽なんですよ、もうパジャマになるぐらい楽なんですって言ってて、はい、それで寝れるぐらいって言って、はい、あ、そしたら本当にじゃあもうジャージって言っちゃってもいいぐらいだねと思って、はいはい、ただ実際寝てるとファッションの広告としてあれなんで、はい、成立しないですね、うん、かっこよく。そうですね、最近はあれですよね、トレンドなので、あの今だけなのかもうこれからそうなっちゃうのか分かんないですけど、着やすいことに全体的に流れてますよね。もうそれはもう変わらないんじゃないですかね。もう戻んないですかね。絶対戻んないと思う本当に。自分自身も、うん、伸び伸縮性がないジーンズ絶対履かないですもん。それは年じゃなくてもう時代がって感じですね、うんうん、だと思いますよ。だからよくまだちゃんとハイヒールがあるなと世の中に。女性はすごいなと思う。すごいですね、うん、確かにハイヒールだけはやっぱり楽に流れないっていう、うん、そこありますよね、うん、本当にそう、うん、おしゃれは我慢してするもんだっていうね。ハイヒールって辛いんでしょ？辛いですよ。ですよね。辛いです、辛いです。よく履いてるなって思いますよ ね、 すよね。だけどやっぱり軽くてなんていうか着やすくてっていう、うん、そこの流れはもう、うん、マスのゾーンではあの絶対そうでしょうね、うん、あの特に広告 CM とか打つようなマスボリュームのものは絶対そうですね、うん、きっと、うん、レギパン島村のなんですけど、こう伸びる曲がるなんですよ、はいはいはい、そうすると普通のパンツってなんかもうなんでこんなの履いてたんだっけって感じに、いやなりますよ本当に、うん、それがやっぱりエドウィンで瑛太さんや水原希子さんというあれだけかっこいい人たちに履いていただくと、まあ、そういう市場は広がっていいなと。そうですね、ジャージーズやっぱり人気商品ですね、うん、とてもやっぱエドウィンさんとか、うん、ファッションの広告は、うん、いいですね。なんていうかその履いてりゃいいとか着てりゃいいから、うん、あなんていうかまっすぐですよね。最後になんかゴクッとしたりパクッとしたり携帯かけたりしなくていいんで商品使うシーンっていうの別に考えないで、うん、着てるっていうので出てますね、うん、そうなんですよね。確かにそこはすごい大きいと思いますね。そうです
でもやっぱり DNA はありますね、なんか企業のね。やっぱエドウィンさんやっぱり少しだけユニクロとは違う、はい、なんていうかある種のアメリカンなキャラというか、うん、ジーンズ専業の会社のなんつうかな、ちょっとやんちゃな感じもあったりとか、はい、カルチャーというか、うん、カルチャーはやっぱあると思いますね。まあ、その楽なパンツになっても憧れはある、うん、そうですね、そこは担保しておきたいなって。あと僕が勝手に個人的に思ってるのは、はい、まあ、あのユニセックスになりすぎると、はい、良くないんじゃないかっていうか、はい、まあ、分かるんですけど、はい、そんなところに境界線を設けること自体っていうね、はい、だけどなんか男と女が一緒になりすぎると、はい、もう二つは交わらなく、うん、交わる必要がなくなるんじゃないかっていう、はい、引いては子供も、うん、少子化にもなるんじゃないかっていう、やっぱなんていうかある種男と、うん、どんな動物だってオスとメスってちょっとずつ違うじゃないですか、うん、柄が違ったり、はい、大きさが違ったり、男の方が、ね、羽が綺麗だったり、うん、たりとかなんかそういうなんかものではあった方がいいんじゃないの、ファッションってみたいな、うん、同じような格好するより男女がみたいな、そういう意味ではファッションの需要というかあれはなくならないわけですよね、うん、しある種ちょっとカロリーメイトのカロリーゼロに抗うじゃないですけど、うん、そのなんていうかユニセックスに抗ってるとこはありますね、うん、なんかね、はい、男は男の、女は女の魅力があるし、そこをなんていうかもっと出してあげるってます、ね、うん、そこじゃなきゃダメってことじゃなくて、そこもいいじゃんっていう話ですよね、まあ、ハイヒールは廃れてほしくないみたいな、うん、やっぱりかっこいいですよね、うん、なんか新しいオフィスにもジャージやスウェットが似合う空間にするようにと土屋さんに発注されたと、はい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 、書かれてましたが、まあ楽な方がいいなとは思ってましたけど、楽なんですね、うん、かっこいいとかじゃなくて、いやいや本当になんかかっこつけなだけやめようと思って、はい、普段はどんなファッション、もうまさにもうプラント行く時だけこの襟がついてます、あ、なるほど、これもエドウィンさんのやつですけど、はい、楽ですねと、はい、いやもう 6万円ぐらいするなんかすげえ海外のなんかデンハムっていうジーンズ買ったんですけど、はい、まあなんか全然履かないですね本当にやっぱ日本製って素晴らしいんですよ、はい、ジーンズでデンハムのよく見たら漢字で変な漢字で日本製って書いてあった、と思っていやだからそれってもったいなくて、はい、なんかブランド料だけ持ってかれてるっていうかね、海外 ね日本製のいいところであるわけです、うん、そうですね、エドウィンさんも実はアメリカの会社じゃなくて日本の会社なんで、はい、アメリカのカルチャーだけど日本さんっていう、うん、こういうファッションの仕事はそれはそれで面白いなというか、はい、一個学んだのはファッションにギャグはいらないな 100% ということが分かりました。あ、そうなんですか、うん、ユーモアはあってもいいけどギャグはいらないっていうその線引きが、ちょっとダンスでコミカルな感じはありますけど、うんうん、ギャグではない、ギャグはない方がいいんだろうなっていう気はしました。コピーライターに聞けでは皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。